いきます。レジャーギンダーシャッ。いきます。緊急で動画回します。そうっす。これ、あれやな。いつもみんながやってるふざけた緊急じゃなくて、ほんまの緊急は。ほんまの緊急で動画回します。急を要してます。はい、今、みっちゃんと買い出しに行って、いつも通りね、なんか日本酒とかそっち系の料理系のね、使いに行こうとしてたんですけど、はい、そのために出たんですよ、家は。みっちゃんがポッと、シード打ちに行くみたいなこと言い出して。うん。なんかよくんがね、なんや。ピン札持ってるということで。違う。ピン札はもうご祝儀袋に入れたから。あ、結婚式あるんですよ。ちょっと明日ね。ああ。はい。もうそれは入れたんで。はい。まあもう、財布は一応お金入ってるんですけど。はい。ということで、助け始まりました。来ましたね。緊急ですね。これ緊急ですね。だからこれはもう、言うまでもなく。はい。今回の説。はい。なんやろ。緊急で行ったら勝てるっす。買い出し行くふりしてうちに行ったら勝てる説。はいはい。かな。はい。もうマジで買い出し。もう見てマジで。ほんまに。これ結構ここに大量に詰め込んでいつも買えんねんけど、これのつもりでほんまに出てるかな。出てます。で、シード打ちに行くと。はい。だったらもうここに景品がいっぱい詰まって。はい。で、これ交換したら、まあ、なんぼなのかわからへんみたいな。やばいっす。入るだけ入んじゃん、もう。やばいと。交換系。やばいじゃん。それ負ける意味がよくわからんもんな。そう、結構踏んだり蹴ったりやからな。そうっすね。なんか、撮影部屋の電気消えたし。みちゃん止まったもんな、珍しく。電気が止まって、レジハウスまた体調悪いんですけど、体調悪いし。うん。あと、股関節が死ぬように出てますね。うん。足あんま動かへん。だから、勝ったら、それでも治る。でも負けたら、もう寝たきりになる。あげたら今日撮影なし。今日動画どう終わる。待って、俺このパチキンやばない。これ負けたらレジスタンス終わるやん。人命かかってるな。レジスタンスオワコンになるっぽいわ。いきますか。いや、ちょっとその気概で頑張りたいと思います。はい。以上、緊急、伊丹市謎の壁からの放送でした。それでは、スタート。お前、金ないのに行くんだよ、お前。なかったんだよ。はい、信用しまーす。誰も座ってないねんけど。もう終わりこの前。俺が作ったのは、作業見た、作業見た。いや、作業見た、熱い。これ頼むマジ。これも頼む。もうこれマジや。いや、待って、震えてない。どっちかいい？これはさすがなんだ。バリ気持ちいい、マジで。これ、股間に当てて一気に過ごしたよ。最高やん。平山君、ストライク。ナイスト。ちょっと待って、ナイスト。なんかあんま、楽しませてくれてないけど。負けて当たってもらっていいけど。ちょっと待って。距離を取ればマスターが無敵だ。え、今ぶつけたのだよ。隙を突くか。あ、なんだか。俺のセリフ気持ちにして。いける。あ、画面クラッシュ。これは、はい、やばすぎる画面これ。こんなもん、ここからすぐ撮ったの。ここでやられてたんだね。いや、もうこの感じで、あとちゃんとやばい、落ちて。はい、はい、ウェイ。はい、行ったでしょう。気持ちよすぎ。これ、こっからやな。お前、マジやめろ。やめろ。ここはでも、あれなんか。いや、ここに無理やったら無理やな。あ、そうなの。いや、なんか今まで生きてきてよかったなって思うよね、こういう時に。
前これ今日冷凍様風船に変えるんじゃんこれ。鉄球右に確認。オッケー。全開で。よっしゃい。さあ。やばい。マリア。突入。行くぜ。いやー。いやー、本当だ。万発ひげがさ、なんか緑って感じ。いやー、でも、バリでかい。こんなもんバリでかい。いや、なかった。なんか分かる分かる。いや、ブレ取った。レバーブレたかもしれん。やばいっす。こんなん絶対フリーダム行くやん。もう分かってろ。フリーダムやろ。まあ、フリーダムやろな。ほら。ほーら。なんでやねん。なんでやねん。まあ、これきついな。気のせいは1500円やったんすけどね、投資ちょっと無理っぽいっすね。先のせいでしたと。あれだ、カスタムしてんのに急に君上がらなきゃ。あー、一人マジでこいつでできてよかった試しあんまないけど。カルアト、お前それ外れんじゃん。いや、次この辺りにいるはず。夕方やったかな。あんの夕方とかあんの。あー、ニコルや、ニコルや、うん、ニコルもな、原作ではかわいそうな目に遭うからな。そうじゃん、いきますよ。大丈夫、あのごめん、あのこんな演出撮るってことは俺らだいぶ一発してるってことになってんけど、あよ当たってくれんかな。さっき出た弾ほぼなくなりそうやねん。バカや。え、あるこれもしかし やめろお前。あんま言うな、そういうの。あんま言うなよ。いや、これまあまあまあカスタムマジでなんもないから 20% ってところか。この計算上いやせん、これ当たったらやばいやろ。もう衝撃、カスタムなしでも当たるってことになる。はい、尺稼ぎやった。いや、マジで頑張れ。なんか起きろ。上からまだアイス死ぬよ、お前。あー、終わった。いやー、もったいない、今の。いけたなー。これ何？なんか、どうこれ上から落ちてるってことは多分あかんねえよ。こうじゃないと無理やよ。こうじゃないと無理これ。あー、もう無理なやつやん。いやー、マジか。なんかやばい、やばいのこれ。おっと、バッタやる。赤やった。赤やった。ほんま？レバ。絶対無理やん、これ。バカやろ。なんかでも音鳴ったよね、入った時に。なりました。あー、もうこれさすがに来てくれ。もう死にたくない、俺は。カスタムなしの白ゴリラ参戦しちゃうこれ俺行くやろ。これ帰りますか。帰ろう。帰ります。じゃあありがとうございました。はい、ちょっと、おお、投資に追いつきそうな球になっちゃってくる。そろそろ負けんねんけど、帰ろうかなってなってんけど、ここで緊急パッチテン追加します。帰るふりして打ったら勝てるって。いや帰ろう。帰りたい、俺も正直帰りたいよ。でも節を実行するしかないんだよ、これは。そうそう、だからほんまに帰りたい気持ちがある時に打ったら勝てるって言ってるのを今やってるから。これが成功したら皆さん、やめ時はもうちょっと先でもいいってことだよ。俺が実行するわ、任しとけ。なんでこんな目に遭わなあかんの。ちょっと待ってくれ、シェイクいって。いや、そのまあ5500円負けやねんけど、2人で。なんか額じゃなくない、なんかな、今回に関しては。内容がヤバすぎたな。なんでなん、買ってたやん、だって途中までさ。して腹立った。なんかマジ全部腹立ったわ今日は。プロポーズ成功したのに逃げられた、夜逃げされたみたいな感じや。同棲中にこれはきついな。マジか。体
絡み合う熱の伝えたい真実を一気に距離を詰める。詰めんな、安易に距離詰めんな。あいつすぐ距離詰めるからな。あいついつも距離詰めて負けてんのに学習せえへんからな。あいつあれやん、一気に距離を詰める。コミショの関西人やん。一気に距離詰めて失敗するやつ。もうマジやばいって。俺9000発出してんけどな、5500円で1000発はすごかったな。ちょっとなくなったな、全消えしたな、全部消えたな、全消えした。当たり引いた、引いてないわ俺。当たり引いた、俺シード2回ともゼロですね、初当たりが。でもみんなその、うん、シード打ちは薄々気づいてると思うけど、はい、初当たり重すぎんよあの台。重い、だって2回行ってさ、2人ともまあまあな回転数回して、まだ数で1回お前宝くじやってんちゃうねんから。ちょっとなー、もう見えへんわ俺、見えへん、シードが出し方わからんよな、マジでわからへん。しかも俺今回あれさえ見れへんかったわ。何？ケバブにチリソースはねえだろ。もう1回も見られへんかった。あれ注目演出な、あれ注目演出、4大ビビット演出もしかして。あれ見れへんかったし、なんかあれ最後の方に出てきたけど、うん、キバブにチーソースはねえだろっていうセリフじゃなかったね。ちょっとちゃうかった何やった、キバブにチリソース何を言ってるんだみたいな感じだったね。あー、そっから間違えてるやん、ほんまにあかんわあの演出。いやなんかあれやな、カチャラ立つわ。みっちゃんからやっぱ出る絵が見えへんかったな、やっぱ良くないな、ほんまに。なんかほんまに相性悪い台やと思うわ。え、結構安定してどの台でも出せますみたいなキャラ付けでやってたけど、そうな、器用貧乏の水島って感じだった。悪く言ったな。いやいや、じゃいや、それが大爆発はせんけど、それなりにやれますみたいな、それなりにすぐポンポン当てますみたいなね、安定して勝たせてあげましょうみたいな感じやったけど、ちょっとパーティーにおったらだいぶ安心感あるみたいな、サンジみたいな感じかもしれない。そんなこう爆発的には強くないけど安心感ある。それが今回俺か、今回サンジ両足折れてた、今回俺。そうだ、俺ウソップやった。ウソップ状態やった。やめろお前、その俺らワンピースにやかのウソップいらん説やめろ。なんかどっかで活躍すんのやろあいつも。いやなんかでもウソップがあのなんたら編で全員救ったみたいな感じやしいねんけど、うん、それも原因がウソップが原因作ったウソップらしい。結局あいつおらんかった、ね、物語の一部始終あいつのせいで始まった。おいおいおい、4時やねんけど。4時で、ね、違うもうラバーじゃないな今。4時か、4時で、ね、4時は嫌やわ。結局買い出し5000円ぐらいしたから1万ぐらい。そ、負けん。あ、ちょっと待って。言ってるわ。そういえば、買い出しで買ってきたあれが。なに、もうええやろ、飯がどうなろうと今。あいつパチンコ負けたくせにグリーンカレー買ってたぞ。なんでグリーンカレー買った？すいません。ちょ、もうええってマジで。何持ってきたそれ。ライチです。ちょ、もうほんまやばいって。もうどうしようもなくてライチ買っちゃった。お前もうシード負けてライチって。こんなんやったな、そういえばでもシードの落ちてくる種も。ポキンウィーンみたいな感じで。じゃあれライチの、ポキン結構おしゃれやな、キラ。いやいやもう 俺今日マジでリョツヤマトになって5万発出すつもりやったのにな。ほんまやな、俺もアスラン水島になろうと思ったけど、ちゃんとディアッカエルスマに破壊されまくった。うん、いやあれマジで良くないわ、イザーク強すぎるし。てか人気なさすぎちゃう。もう誰も座ってんかったりシード。早いな。でこれここだけの情報なんですけど、はい、シード最初導入された時、うん、実機150万ぐらいやったんですよ。今6万とかで売ってんの。そんな、世に中古の玉が出回りすぎて、お一瞬で買えるかしたみたいな。うわー、でも出てきた時すごかったね、何者入りというかさ。いやでも結局はこれエヴァの下請けってことになってくるのか。エヴァとユニコーンの下請け、エヴァとユニコーンの下請け企業か、あいつ、うん、下請けてたな。あんなに楽しみにしてたのにな、出る前は。うん、よくなんか3ヶ月前ぐらいからシード出るぞみたいな感じやったやん。ですやな、いやもう踊らされてたわ、完全に踊ってたな。ダンシングヒーローやった、3ヶ月ピエロやらされてた、ダンシングピエロってたな。いやあんなに踊ってるよ、僕に久しぶりに見たからな。で久しぶりに踊り狂った結果がこれや。みんななんかシード早く打ってくださいみたいな言ってたけど、こんなんが見たかったんか。これはお前たちのやりたかったことだ。検証結果、はい、
寄り道はしないように気をつけようですね。やっぱ怪しいおじさんとかに捕まる可能性もあるし、うん、ね。あとあれやな、買ってたら帰ろうやな。まあそれもあるな。で、緊急パチケン、やめるふりして売ったら勝てる説の検証結果、うん、早やめろって。最近筋トレ頑張ってんねんけどさ、うん、全部しぼんだ。もっと筋肉あったはずやのに、うん、もう畳に今骨刺さってんもん。やばいな。俺もう今教習通ってんですけどね。せやな、頑張ってんな。みっちゃん中型バイクの免許取るやんな。うん、大型バイクな。あ、大型か。もう大型やったんや。うん、もうやめようと思ってヘルメット買ったのに、うん、クソレガヘルメットあんのにあれもキャラに使うつもり。うん、撮影道具です、あれ。地獄だヘル太郎っていう名前で出すか。もうバイクも買おうと思ってたけどやめます。その役どころじゃねえって。せやな、結局シートで出せへん人なんかね。バイク乗ったらあかんからね。そうですよ、そんな生意気言ってる場合じゃないです。それはそうやわ。一から手直そう。結構シードのコンプリート報告みたいなの DM で来たりすんねんけど、うん、嘘ちゃうかなって感じやな、また、うん、おじさん構文。嘘です。嘘ちゃうかなってなってるわ今、うん、嘘です。いやでもあれやな、嘘をついてます。まああれちょっと腹立つな。ちょっと一回出るまで頑張ってみる。まあもうでもちょっと俺は無理やな。まあでもなんか一気に距離を詰める。一気に距離を詰める。俺結構グイグイ系のやつはちょっとあんまり得意っちゃうから、まあ、距離詰められるとちょっと若干俺は人見知りなのかあんもんな。こっちから詰める分にはいいんですけどね。うん、ちょっと詰められると若干、うん、誰やって距離詰めずに画面割れてもあのざまやしな。うん、あの割れた画面どうやって修理すんねん。だいぶボロボロなってるよなあれ。うん、真っ二つな。あれ業者でも無理やろ。交換やもん。あんな演出作りよって。おばあちゃんびっくりしたなあれ。いやびっくりするでしょ。私の力で割ってもってちゃうかこれみたいな。一個だけさ、あの敵側のさ、うん、軍の演出かなんかでさ、うん、こう保留が入った瞬間に赤色にパコーンって光ってくるやつあるやん。あるな。あれうざない。あれの熱そう感やばいもんな。すっげー熱そうな感じじゃん。すっげー熱そうな感じでパコーンって光って赤色になるんですけどね。もう俺らは今日の実践であれが熱くないこと分かったけど、うん、分かってでもちょっと見てまうよな。見てまう。あれうざいな。うん、うざい。あれはうざいよ。ノリうざおや。まあ社内でもあの演出がないとさ、もう寝るやつ俺であれぐらいしょ。あれ起こしてくれてんねんあれ。うん、まあ、それに関してはよう頑張って作ってくれたんちゃうかなと。まあ誰も勝てませんよ。まあちょっと台の完成度に関してはうんぬかんぬないけど、初当たり重すぎるわ。まあさすがに誰が勝ってるんですかあれ。教えてください。シードで勝ってるやつ教えてくれ。後ろで13連してる男の子いましたけど。まあすごかったな。桜でしょあれ。あとあれでしょ、あんなもん。まあおっさんやん。もうお前おっさんみたいなこと言ってるな。誕生日来たからって誰も勝てませんよ。今同い年やね。いやねえじゃねえ。死亡かお前。渋いね。いや俺らじゃねえ。ちゃうねお前。じゃあ次回も頑張ります。次なんや。次ないよ。もう終わりやって。パチッ引退もこんなやってない。もうなんでこんな精神ダメージを犯してまで買い出し行かなあかんね。で次おっさん当てゲームで会いましょう。でまたやんの。もうそんなネタないっけ、サブチャンネルって。ちょっと次頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。